どうもこんばんはじゃなくてこんにちは。久しぶりですね。2日ぶりの、動画撮影になるんですけど、この2日間何をしてたかと、これから四国は夕焼け小焼けラインというのがですね、東西ですね、四国の西側、西の海岸沿いのところにですね、夕日が綺麗に見えるスポットがあるということで、これからじゃあその夕日を見に行こうじゃないかと行ってきますね。あー、行けるかな、こんなとこ通るなんてな。僕もっと想像してたのと違いますね。それこそ島並海道みたいな感じで行けるのかなと思ったけど、そろそろ海が見えてきます。15時10分になりました。道の駅二見という場所にですね行ってきましたよ。海岸沿いにできててね、恋の岬だなんてね、カップルで来るような場所でしたよ。場違いも甚だしいですよね。ということでですね、今決めましたよ。ここ僕が今いる場所なんですが、ここはですね、夕焼け小焼けラインと言いまして、なんで2回ぐるぐる回るんだろう、はい、ここが素晴らしく夕日が見えるということで、今日はですねここで夕日を待ちたいと思います。多分梅雨入りしてしまった以上、もうここでしか見れないんじゃないか、今日しかと思いまして、なんでここで動画の編集なりなんなりしたいと思います。はい、こんばんは。19時10分となりました。この後このまま真っ直ぐ行って長浜という場所に行ってきます。長浜に一体何があるのか。そうなんですよ、長浜にはですね青島乗船所があるんですけど、見えるかな、ちょっと揺れますけど、この、真向かいにですね島があるの分かります。ちょっと一つだけ黒い縦長の、はい、あるんですけど、そちらの方に行きたいなと思っています。どうしてそこに行くのかって、それはですね猫の島なんですよ。猫がたくさんいるんですよ。あの江ノ島とかそんなんじゃない、もうあそこの島の人口より猫の数が多いと。ちょっと僕もそんな調べてないですけど、土日やってなかったら
動画撮ってる今日が、木曜日ですね。木曜なので明日行く金曜日、明日逃す土日休み、月曜日に乗る、3日間滞在するかもしれないですよね。別に3日間滞在してもいいんじゃないかって思いますけど、僕ですね、猫アレルギーなんですよ。江ノ島でもそうです。目がバッコリ腫れてですね、充血して自転車を漕ぐなんて日もありました。そんな島の人口より猫の数の方が多くて、3日間取り残される猫アレルギーと逃げ場なんてどこにもございません。そんな場所にですね、僕は今から行こうとしているのですが、それでもやっぱり猫好きなんですよ。はーい、20時を過ぎました。さあ、真っ暗な道を抜けて明かりも出てきたと。そう、ここは長浜です。ようこそ長浜へ。でですね、これどっち行くんだっけな、右かな。ちょっとローソン見て安心しましたよ僕。あれ、これコンビニないんじゃないかなんて思っちゃいましたよ。もう特に寄る必要はないとは思いがちですが、ちょっと一応ローソンへ寄りますか。